スーパーファイトノックアウトブラックアンダー56キロ契約3分3ラウンド延長1ラウンドです。ノックアウトブラックスーパーバンタム級王者古木誠也が画面左、身長差があります。身長差13センチ、福田拓海、これがプロ6戦目が画面右です。176センチが福田、古木は163センチです。古木選手はですね、カテゴリーに入れるとしたら武田光三選手枠ですね。どういうことでしょうか。いやいや、なんかあの科目で、なんかあの昭和みたいな感じ、僕好きなんですよ。ちょっと最近ね、垢抜けてきたんですけど、売れてきたんですね。ちょっと垢抜けてきたんですけど、赤いトランクスを履いています古木です。まあ、対するは176センチの長身福田です。福田選手だってこれ、あ、右、おお、打ち下ろし、打ち下ろし右。でもね、古木選手いい試合しますよ。あ、全部受けるタイプかな。これまで8勝 6KO の 6KO のうち5つは1ラウンドノックアウト勝ちです。あ、そうなんですね。だからまあ早いタイミングでの戦いが復活しています。パンチー、あー、でもちゃんとあれですよ、対策をお互いしてるな。パンチー、パンチー、福田もしっかりと迎え撃ちます。福田選手だってこれ5戦目ですもんね。5戦目です。今の子たちアマチュアで相当やるから、このプロに上がって5戦6戦とかって昔で言ったら2、30戦のレベルですよね。もうベテランなんですよ。そう、僕らの頃で言ったらそんな感じですね。しかもね、今の子たちって本当小学校から顔面やってるから、そうですよね。なんか空手出身の人ってなんかこうね、顔面までがまたちょっと変わってくるじゃないですか。はいはい、そういう今の子にないんですよ。福田、少し空気が下がります。いいですね、ちゃんと合わせてるな。おっしゃった通りノックアウトと K1 アマチュアでトーナメント制覇しているというのが津田です。右空振り、長い左のリードです。なんかね、去年の、はい、左フック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 、すごいね。まだ勝っている、意識は朦朧としているが、冷静でしょう。はい、中間、危ない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 、すごいな。武田光三枠いいでしょう。なんていた、あんな上手くないでしょ。いや、すごい、武田光三枠いいでしょう。科目で全然感情が揺れないですね。感情揺れないですよ。この表情で作る気に慌てなくて、いや、いい選手だ。早すぎ、アンジさん、早すぎですね、本当に。いやー、すごい、かっこいい。でもね、早くても内容濃いですよ、これ。前半はね、福田めっちゃ良かった。福田選手よく攻めました。そう、良かった、良かった。確かに。それこそあのさっきの話で、古木選手、去年のこの遊戯で負けてるんですよ。負けてるんですよ。KO 食らってるんですよ。ああ、そうなんだ。去年ね、見事に復職しましたね。去年ね、遊戯でノックアウトのチャンピオン全員負けたんですよ。ああ、そうですか。だからちょっと嫌な予感したんですけど、ああ、ちゃんと取り返したね。ほら、全然変わんないでしょ。武田光三は全く、ね、武田光三はいいでしょ。当然そういう苦い思い出があって、ここでまたこうして勝つことができたってなると、普通は感情爆発するはずなんですが、1ラウンド2分ちょうどで古木誠也選手のちょっと昭和の香りがいいでしょう。どうだ、終始落ち着いていますが、王者古木です。全然笑ってない、全然笑ってない、昭和なんですよ、この人。また1ラウンド KO です。いや、高崎さん、ここ2戦 KO から遠ざかっていました。はい、ですからまた強い古木が帰ってきたなという感じですね。そうですね、あのこれでまた自信深めるんじゃないですかね。そして見事 KO 勝利いたしました古木誠也選手には、竹田さん、はい、そのスタイルが似ているというで言葉がありましたけれども、古木のこと改めてこうどう感じますか。いや、僕すみません、あの生初めてなんですけど、はい、いや、左フックすごいですね。
やっぱその1ラウンド KO 多いっていうのはもうファイトスタイル見て分かりました。あの畳みかけるスピードと迫力ありましたね、はい、度胸あるよね。ありますね。物おじしない、物おじしないというか入ってきますよね。動揺しないんですよ、ね。はいはい。まあ高崎さん、はい、普通であれば福田のパンチも切れてましたし、はい、もうやるなとなるはずなんですが、はい、そういったこう精神面の動揺みたいなものっていうのは一切来る気に感じません。そうですね、なかったですね。でこういう選手嫌ですね。痛がらないし、うん、ピンチになっても表情変えないわけですよね。変えないし、はい、真っ向行くじゃないですか、はい、身長差ももろともせず、これ KO シーンです。立ち上がって最後はもう左フック一撃でした。いや、まさにこう初めの一本のガゼルパンチのような最後でしたね。リアル幕の内一歩と言われています。全然涼しい顔してますよね、全然。またね、マイクが下手なんですよ。最近ちょっと上手くなってきた。下手って言わないでくださいよ。僕も下手だったってことです。 G1 チーム高木の古木誠也です。今日は応援ありがとうございました。かわいい。これからも熱い試合をするので応援よろしくお願いします。下手でしょ。すごい下手でしょ。かわいい。いやすごい下手だ。これ下手じゃないですよ。下手ではもうね、垢抜けないでほしいですよ。ファンになっちゃいますね。何かこれがこう侍のようなね、良さをにもなっています。いいんですよ。多くは語りませんで、多くは語りませんよ、あら写真の、写真の方がお父さん、お父さん、あ、そうですか。亡くなってるんですよね。最後まで落ち着いて武田さん、はい、苦労人ですよ。ファンになっちゃいましたよ。ファンになりますよね。僕もこういう人大好き。王者としての威厳を見せました古木誠也です。1ラウンドノックアウト勝ち。